今日は何日だ？ 5 月の2日です。4日、2日か。2日ですね。早いな、もう4月終わって5月ですね。5月ですね。早いですね。うん。十分早いですね。もう月日が経ってますから、本当。どう言ったんやから、もうなんかこう、どこの国も皆さん国力そがれてガタガタみたいなことになってきてるけど、これ。もう、ドイツもひっくり返ってるし、フランスもはちゃめちゃ、ね。まあ、フランスはフランスで、なんていうんかな、もうロシアと仲良くして、ちょっと、はい。各地にして、そっちの方行きましょうかってなってきたしな。アメリカはアメリカで、まあね、もうバラバラ状態になってきたしな、いよいよね。で、株価がね、これまだ日経もそうですけど、ダウ？これも保ってるでしょう。指数だけ見れば。個別をね、ざっと眺めていくとね、S&P500 もそうなんですけどね、結構ね、ひどいことになってるんですよ、銀行株なんか。そうなんですけど、もうえらいことになってんのよね、銀行株。なんでかわからんけど、指数だけは維持してんねん。ダウ、どれぐらいとかな、俺ちょっと全然株価なんか見てないかわからんけど、どれぐらいなんよ、愛ちゃん。今日3万？日系の株ですいやいか？や、ダウ。3万、まだ、どれぐらい？ 3 万？どれぐらい維持してんのかな？ちょっと、ダウ株は34,051ですああ、ね。まだ3万4000維持してるってことでしょ？そうです。個で別。も、今日でマイナスになって0.14になってますね。だから個別ざっと眺めていくとな、ダウなんてもう2万2、3000ドルぐらいでええんちゃうかっていうぐらい、もうひどいことなってんのよ。そうですね。日経は今日いくらや？ 2 万8000ぐらい戻してんのかな？日経の株は、2万、今日全然株価今ない。日はちょっと若干上がってますね。29,183ああ、なん円かです。だいぶ戻してるってことでしょ？これ日経も結構個別見たら、まあ、日経も含めて、まあ、マザーズとか、ああいうちっちゃいところも見ていったら、もう結構えらいことになってるとこ多いんですけどな、なんでかわからんけど指数だけ維持してるという、これ摩訶不思議みたいな。なんか細工されてんのかな、これみたいな。なんかそんな気がするな。前言ったっけ？アメリカのその、まあ、ダウもそうですけど、S&P500 もそうですけど、その、ありとあらゆるところの大株主になってるやつな、インデックスファンドっていうんかな？まあ、投資。おっしゃってましたね、バンとかね。ブラックロックとか、バンガードとか、ステートストリート、ステートストリートはまあ、イメージ、まあまあ、あるわけよな、こういうやつが。投資ファンドですわ、インデックスの。で、こいつらからしたら、この指数がくっついてたら困るよな、これ。ありとあらゆる。こいつらな、ちょっと先言っとくけどな、このバンガードとブラックロックっていうのでな、だいたいね、日本円でいくと、2400兆から2500兆ぐらいの資産規模なんやな、こいつら。で、こいつらがもう、医療とかな、ジョンソン&ジョンソンとか、あとはワクチンのファイザー、ね、医療、資料、まあ、あとなんていうや、ガーファって言うんか？アップル、グーグルとか、なんじゃかんじゃらとか、まあ、ありとあらゆるもん、今、こいつらが持ってるわけよ、大株主でな。で、こいつらからしたら、この指数崩れるともう破産やからね、えらいことになる、ね、これ。なんとかこう持たせてるんやけど、で、まあ、これ5月、まあ、4月はそうでもなかった、これ5月から6月にかけて大波乱起きてくるはずよ。ちょっと皆さん気ぃつけといた方がええよ、みたいな。来るときは一気に来ると思うんでね。ああ、本当は資金が逃げてんねんけど、どうも逃げてないように見せられてる。要はあるように見せられてるってことですイメージね。わかるでしょ？あるように平気なように見せられてるってことですそう、何事もないようにこう予想ね。みたいな。だから逃げる準備してるってことですよね、これ。金持ちが先に逃げますから、みたいな。何て言うかな、ババ抜き合戦始まったみたいな感じ。まあ、そんな感じよ。で、まあ、5月、日本は広島サミットか。再来週ぐらいか。ああ、これね、結構意味深いと思うよ、今回のやつは。そうなんですか？意味深いんですか？やっぱね、なんて言うんかな、今までの、まあ、明治維新以降の歴史の、第二次世界大戦、これの清算っていうことになるんちゃうかな。多分な。まあ、生産ってどういうことなのよっていう、あれは、こんな勝手に国、
って言って分けられて、武器で金儲けして、金儲けして、もう栄養にされてたっていうのをもうやめようや、みたいな、うん。っていうのが大きな流れなんやけど、まあ G7、まあサミットに参加する人たちはそれ分かってません、みたいな。うん。言うともまた分かってないっていう。あららら。でも元もない気がするな。俺 G7 のサミットってこれ最後になると思ってんねんな、もう今回はこれ。ああ、これ最後ですか。俺はやで、まあ、俺はそう思ってっていう。だから、これが最後っていうことは、終戦っていうかな。はい。明治維新以降の海賊乗っ取りゲームの終わりみたいな。これが終戦なんかなって、それが広島っていうのがちょっと意味深いなと思って、ちょっと眺めようかなと思ってんねんけど。うん、はいはいはい。うん、まあ、だから、なんていうかな、宗教的なもんとか、いつもいつものお話と一緒ですよ。宗教的なもんとか、はい、金融的なもんとか。うん、はい。企業支配統治みたいなな。はい、ああいうのはもうそろそろここで、終わるということでね。生産しましょうかっていうことですよ。うん、そんな感じだと思ってます。はい。はい、じゃあ、今日は行きましょう。今日も元気で。はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。今日はどんな感じでいきますか？今日は、この前お話した、その、お金が紙切れという話あったじゃないですか。うん。先週の最後に。うん。で、その、お金の紙切れという概念についてっていうのを話し合いたいなというふうに思ってまして。はい、ちゃんの呪縛を取りたいってことか。そうですね、僕の呪縛を取りたいです。取りたいです。はい。見てると思わないちゃうんか、これ、愛ちゃん喜んでるだけやろ、みたいな。いやそうですね、喜んでますね、喜んでるだけかもしれないですけど、ただ、うん、現実なところ、やっぱりお金の呪縛って多くて、やっぱりその、なんだろう、いろんな人と接しても感じるんですけど、やっぱりお金が絡むから、やる、やらないっていうのを決めてる人は正直多くて、まあ、それはもちろんそうなんですよ。やっぱりその最低限お金がないと生きていけないっていうのもあるし、それはまっちゃんもおっしゃってたじゃないですか。最低限のお金はやっぱり必要だよねっていうのは。まあ、いらんとはいらんけどな。まあまあ、いらんでも生活できるけど、まあ、ただ、天秤かけるのは難しいところではあるんですけど、でもその中でも、やっぱり、その思考というか、頭の思考としては、やっぱり紙切れというような概念をきっちりと持たないとはいけないんだけど、まあ、それに関して、やっぱりどうしても、まだまだ、腑に落ちないっていうか、自分の中でもこびりついちゃってる部分があるので、まあ、それが一番まっちゃんの方からでもね、お話をしてもらえるとすごく嬉しいかなと思って、そのテーマに今日はしました。OK です。はい。で、まあ、前回の動画の最後の方に、はい、次回はお金でいきましょうか、みたいなやつね。で、はい。もうね、その前回の終わりのとこ、終わりのところでも言ったけど、お金という呼び方は今日からやめてくださいと。紙切れたということですね。いやいや、愛、はい、ちゃん、それでよろしいですかねと。はい、まず、この動画もこれからはもうお金と言わないと。うん。いうふうに決めてください。よろしいですかね。はい、紙切れですね。お金っていう言葉が話を全部ややこしくしてるんで。はい。ですかね。なんで金に王がついてんねんみたいな話がするはい。なんでやって思う調べた俺調べてないけど。調べてない。なんで金に王がついてんのみたいな。そんなありがたいもんなんかみたいな話で。ないですけど。でも英語だとマネーですけどね。マネーですね。だからもうマネーっていうのも悪い。マネーもね、結構お金と近いよ。あ、近いですか。意味合い的には。コインだったり、マネーだったりとか、まあ。で、まあ、呼び方変えましょうと。で、今日からちょっと、変えてほしいのは、まあ、そのお金的、あ、まあ言ってしまった。みたいなもん。あれは、通貨。ええかな。通貨、はい。通貨。うん。通貨わかるよね。はい。うん、通貨と呼びましょうと。通貨でいいですね。うん。で、あと、その、なんていうかな、保全。まあまあ、保全やわな。保全っていうか、その運営、うん。自分の人生とか自分の会社を運営するための、その、保全するものは資産と呼びましょうと。うん。だから今日から通貨と資産っていうので分けようということだな。うん。お金はやめると。で、こうなると分かりやすいなんでね。でね、前にも金融のお話で言ったけど、ちょっともう一回今日おさらいするけど、はい。その通貨っていうのは、何の裏付けになり立ってると思う？アイちゃん。前も、復習やな。前の金融に2回か3回やったやつでも言ったよね。なんか言ってましたね。
言ってましたね。やべ。日本対戦とまた同じとこ行くからな。やばい、やばいですね。結局、まあ、ただ、あの、なんだろう、金融としたら、その、お金の借りるところには価値はない。お金っていうのもあるよ。うん？お金、通貨、通貨のところで、金融もダメなんですよね、多分ね、言葉もね。いやいや、金融はいいんですよ。あ、金融、あ、金融とかは、その、単純に乗っかってる通貨が、通貨っていうか、ものものない通貨が乗っかっているというか、存在しないものが、いやいや通貨って何が裏付けになってますかって。あ、通貨の裏付けっていうのは信用の裏付けですよ。ああ、なるほど。信頼の。なんでその通貨が大事になるの、そんなに信用ないものやのに。もし信用な証か、はい。これね、国の信用なんです。うんうん、日本国っていう国の信用が裏付けになってるわけな。うんうん、簡単なことですわな。はい。例えば、愛ちゃんが国、島買って国作って、愛ちゃん通貨出しても誰も信用してくれへんよね。そうですね。はい。こういうことですわな。紙かパチパチ、はい、キーボードパチ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 されるから。はい。でね、まずこの通貨っていうのは国の信用が裏付けになってますと。はい。ただ信用だけのもんなんですよ。はい。そもそもがね。うん。で、前に金融の話したのと一緒でちょっとおさらいしていくけど、はいはい、この通貨、今の通貨システムっていうのは、この中央銀行っていうのが発行する。そうですね。中央銀行から借りてるんで、はい。中央銀行が発行するわけだわ。はい、はい。で、国がその国債を発行するわけだな。はい。で、この国債、いわゆる国の債券ですわな。はい。これを中央銀行に買ってもらうわけですわな。はい。で、その通貨が市中銀行、いわゆるその子そこら辺の銀行の、はい、日本やったら日銀やな、中央銀行。はい、これの当座預金っていうところに、はい、市中銀行、その子そこら辺の銀行の残高が積み増されるって言ったら分かりやすいですよ。うん、ということは、そのそこら辺の銀行が中央銀行の国債、あるわな、国から買った債券がな、うん、これを他の地域、そこら辺の銀行が買うわけですよ。うんうんうん、分かるわな。ほ、うん、んなら、そこら辺の銀行がに中央銀行、いわゆる日銀の中に当座預金持ってるわよ。預金。うん、預金の、そうだね。はい。そこに積み増しされていくわけな。ここまでかな、うん。そこがお金がどんどん、はい。いいかな。だから中央銀行の当座預金っていうところにお金はやめましょう。通貨です。うんうん、通貨が。積まされていってるって形よな。うん、積まれていくってことですね。はい。よろしいですかね。はい。はい。で、今度、この、その通貨が世の中に出回る。はい。我々です。民間に出てくる。これはどういうことかというと、うん、前のおさらいと一緒で、借金から生まれるんです。はい。お金、うん、お金じゃ、通貨はね。俺も癖。通貨はね。わかるかな。だから、あの前のおさらいやけど、皆さんなぜかこう、まだ未だに、その通貨は、銀行預金、皆さんが預金した通貨の中から貸し出すもんだと思い込んでる人がおるけど、そうじゃないわけよ。全く違うわけな。うんうん、そこら辺の銀行のバランスシート、いわゆる、バランスシートわかるよね、うん。で、そこら辺の銀行からすると、銀行預金、我々が預金っていうのは、負債なんですね。はいうんうんうんね、わかりますね。これ、負債ですわ、うん。はい。銀行からすると、負債なんです。負債ですね。はい。貸し出し、いわゆる融資ですわな。はい。貸した通貨、これが資金になるわけですよ。はい、はい、資金、はい。資産ね、うん、なるわけな。うん。わかるわけね、はい。で、この負債、いわゆる銀行預金から、その通貨を貸し出してるんじゃなくて、通貨っていうのはそもそも信用創造なんですよ。うんうん。はい、だから、無から生まれるっていうのが正しい事実なんですね。と、うんうん、いうことはどういうことかというと、我々が銀行行って1億円貸してくださいって言ったら、はい、わかりましたって言って、通帳にパチ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 ってキーボードで打つと、うんうん。で、これで1億円の通貨が世の中に出てくると。うんうん、これが正しい考え方なんですね。はい。わかったかな、ここまで。はい、わかりました。はい。で、この世の中に出た1億円の通貨で僕がいろんなところに投資すると。会社を、はいで、その会社を作って生産すると。はい。で、その生産したものが、売り上げとなって、はい。そこから従業員さんの給料になって、それが国の GDP とか消費ですわ、いわゆる消費。はい。うん。要は、生産力ですわな、生産になる、はい。まあまあ、総所得っていうのが GDP と一緒やねんけどね、国民所得みたいなもんですよ、GDP っていうのはね。うん。はい、出回ると、うん。ということはね、誰かがお金って言いそう。誰かが通貨を借りないと、
始まらないってことですね、うん。そうそうそう、その通貨は出てこないんですよね。はい。これは分かるわな。分かります、分かります。だから、今の現代貨幣っていうか、現代通貨のその考え方の原点っていうのは、債権と債務、いわゆる貸し方と借り方でセットで成り立ってるんですよ。うん、うん、うん、うん。うん、だから、もっとわかりやすく言うと、そこら辺の民間の、我々みたいな民間会社がね、はい、一斉に、そこら辺の銀行に、はい、債務、いわゆる借金を返済始めるとみんなが一斉によ。はい、ということは、最後はなくなるわけよ、これ。なくなりますね。はい。だから要は、債務、いわゆる借金がないと資産もないっていうことなんですよ。はいはいはい、はい、うん。こういうことなんですね。はいはいはい。で、その日本っていう国が今まで30年もデフレやった理由っていうのは、はい、要はこの民間の借りっていう需要が極端に少なかったわけですよ。はい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 。民間がお金を借りてくれないっていう状況やったわけ。うん、お金、うん、ちょっと待って、通貨を借りてくれないっていう状況やったわけよな。はい、うん、この超低金利やのに。うん。うん。っていうことは、設備投資っていうかな。はい。そういうのの需要が少なくなってたと。あとは、まあ、企業マインドっていうかな。はい。そういうこともあったり、あと、まあ、財務省が締め付けてたりな。はい。うん。日銀はね、結構頑張って吸ってるというか、パチパチ叩いてるわけよ、キーボード。はい。国債結構買い入れてね。はい、日銀当座残高っていうかな、そこら辺の市中国では通貨を潤沢に発行し続けたわけや、アベノミックスって言われたあれね、アベノミックス、はい、アベノミックス、ガンガン出したわけよ、はい、でも、その市中銀、そこら辺の銀行から民間に借り入れ需要がないっていう状況になってるわけよ、で、ね、これの根源は、やっぱ財務省、はい、財務省。はい、締め付けてるわけよ。要は公共事業あんまりせんとかな。わかりやすいたら、緊縮財政っていうかな。はいはい、予算あるよね、国会の。ありますね。やってるよね。はい、国の予算の1年のね。はい。これ収支の中でやるみたいなことになってるわけな。収支っていうのは税収ですわ。税収、はい。税収ね。税収わかるよね。税収とか。国が集めた税金です。ああ、はいはいはい。わかりますよね。国が集めた税金の中でやりくりしようとするわけよ。はい、ああ、なるほど。それは、こんなバカな話ないわけ。ないですね。お金借りないと意味ない。だってお金ないと人に降りてこないわけですから。通貨。通貨を借りないと下に回ってこないじゃないですか。意味ないですよね。うん、こういうバカバカしいことやってるわけよ。なんかおかしいですね。結局、大衆、だから繰り返し同じじゃないですか。大衆っていうのはおかしいけど、大衆が引き上げてきた、資産じゃなくて。要はあれ、ものすごい話で言うと、そのね、財務省って大蔵省の時からそうやねんけどな。はい。なんかそう刷り込まれてんねんな、あの人たち。結構。まあ、そもそも。ね、はい。10年の敗戦後ね、GHQ が乗り込んできてね、はい、要はその、ものすごいインフレが起こったわけよな。はいはいはい、昭和25年ぐらいかな、はい。で、その時にやっぱりインフレ退治するのは、その緊縮財政っていうかな、うん、要は財政絞れと、はい。で、その、いわゆる税収の中でやりくりしなさいよと。はい、国債発行するなと、もうこれ以上。ことをやられて、なんかまだそんな法律が残ってんのよ、ちょっと。未だにですか。なるほど。未だに残ってんのよ。限定されてな、社会保障とこれ以外は、国債発行してやったらあきません、みたいなことが残ってるわけよ。で、はい、それを信じてそんなことやってる財務省みたいなことがあったりするわけな。はいはい。で、それとね、もう一つはね、これは見てると怒るかもわからんけど、ね、財務官僚とかね、まあ、大蔵省はそこまでな、この財務省なんていうか、官僚さんってね、はい。ああいうエリートの人たちってね。はい。民が金持ちになったら腹立つ人がおるんすよ。何ですかとはよくわかんないですね。ひがみ。ひがみいらないじゃないですか、そこは。いや、なんで意外と彼らってお上っていう眺め方してるんですわな。おう。俺らはお上やと。お上、なるほど。はあ。わかる？偉いってことでしょ、一番お上って。だから、なぜ省庁の中では、アメリカでもそうだけど、やっぱり財務省っていうのはね、はい、
一番偉いからね、わかりやすいから。偉いから、私たちで言うこと。その、要は、配分するわけですよ。あの、わかりやすいから、家計のお母さんと一緒ですよ。はい。うん、家計の中からお母さんが、そうか、配るでしょ子供、小遣い、うん、旦那さんに小遣いって。はい、あれをやってるのが国で言ったら財務省になってくるわけ。それはね、俺らの言うこと聞いとけよって話ですもんね。うん、でね、あの財務省があまりにもその財政を健全化、はい、いわゆる緊縮、いわゆる縮めるね、はい、ボリュームを縮めることに、なんであんな一生懸命やるのかって言ったらね、あれがあんまりね、こう、なんていうか、世の中潤いすぎると、はい、偉くなくなるんよ、立場が。ああ、なるほど、なるほど。はあ、はあ、はあ、はあ。通貨をちょっと崇めさせるみたいな方向をやるわけよな。わかるかな。ああ、通貨はいいもの、すごいものなんですよってことを思わせたい。そういうこと聞けみたいな。はい、はい、はい。まあ、こういうことがあるよ、本当に。ええー。まあ、ね、日銀と財務省っていうのは結構スタンスが違うんよ。同じように見えてて。日銀も結構ジャブジャブ出してるけど、はいはいはい、財務省がそっから先に下ろさないみたいな。それ、やっぱり根元じゃない問題じゃないですか。だから景気なんかよくしようと思うとな、はっきりでしょ、はい、出っ張りしたらいっぺんに景気なんで、これも、はいはいはい、これある意味なんていうかな、消費税撤廃っていうのはどっちかというと、はい、ある意味ほら給与所得なんかでねやっていってからしたら、はい、実際のところ可処分所得上がっていくわけですよな、これ。はいはいはい。うん、だから給与アップしたと一緒なんですよ。絶対にやりたくないけどな、財務省。まあ、あれ一回、消費税撤廃なんかしてしまったら、もう元に戻されへんので、なかなか。ああ、なるほどね。もっと 3% から始まって 8% やったっけ、はい、で、やっと 10% に持ってきたのに、これ今撤廃されたら、もう元に戻されへんから、これだけは絶対、崩したくないっていう。まあまあ、ええわ。話がだいぶそれできた。何やったっけ、どこも何の話しとったっけ、お金が紙切れだった話ですね。通貨。ああ、もう何お金のブロック入ってた。通貨は紙切れだという。まあ、で、いいわ。もう話長なんで。で、通貨っていうのは、要は、ありますよと。はい、要は、債務と債権、これセットですと。うん、要は、誰かの借金が世の中に回ってますと。回ってると。さっき言ったように、国単位でいくと、国の借金ですよ。債権ですから。うん、はい。国債ですからね。はい。これ日銀が買い入れて、世の中に回ってるんですよと。はい、国の借金が我々が使ってる通貨の本質なんですよ。うんうん。ですかね。これも確かに事実ですわな。そうですね、事実ですね。借金をしてる、借金をバラバラ使ってるから、何もないところから通貨が生み出されてるところですね。そういうことですね。はい。はい、いいですかね。はい。で、こう考えるとね、通貨って有限なものっていうのは分かる？無限じゃないもの。無限は無限なんですよ。スローボタンいくらでもすれるんで。うん。ただ、この、100年、前も言ったかな、もう100年も同じことすれば大体ダメになるわけよ、これ。ああ、どんどん積み上がっちゃいますからね。うん。うん、だって、借金が永遠積み上がってるわけでしょ、これ。うん、うん。どっかで回収せなあかんわけやな。っていうか、計算ですわ。わかりやすい。アメリカドル。そしたらもう、だって元の子もなくなっちゃいますもんね。アメリカドルがね。はい。生産して今生産していって、壊れていってんのと一緒で、どっかで生産せなあかんわけよ。はい。だからそれがもう100年も続いたらもう無理なんですって、ただそれの話みたいなことは、うん、分かるかな。はい、分かります。だから、そんな大事なもんですか、それみたいな話になれへん、これ。ねえ、そこまで大事じゃないですよね。え？うん、どうなんだ、うん。だから、噛み砕いて分かりやすく言うと、うん、物と物とを交換するだけのただの通路なんですよと、その実感合わせた。はいはいはい、これが通貨の正体なんですよ。うん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 、ね、だからさっき言った通貨と資産を分けましょうと考え方っていう話。うん、じゃあ果たして資産、要は資産っていうのは愛ちゃんが言う安定した生活を送るとか将来なんかあっても困らんとかなんかそんなようなこと言ってるでしょ、老後がどうだこうだみたいな、あんなアホみたいな話。まあそれはそれでええねんけど、はい、資産っていう分け方していくと、はい、通貨と延長線上にないっていうのが分かる。同じ土台じゃないのは分かりますね。同じ土台っていうか、同じ、まあ、だから資産というのは元々、まあ、も持っているものだから、なんか生み出しているものというか、自分で生み出すと、自分であるんだったら生み出すものだという感じですけど、やっぱり通貨っていうのは本当に、もう、なんだ、借金から持っていくものだって、対象が無から生み出している部分、何もない状態から生み出しているっていう。まあ、ちょっと補足入れるわ。ね。結構ね、はい、我々、日本にいる人っぽい人ってね、
結構通貨信用してるんですよ。アイちゃんも信用してるでしょ？そうね。やっぱり通貨は正義だと思ってますね。してるでしょ？ はい。世界が全然違うからね、はっきり言って、どこの国も。ああ、そうなんです。通貨そがん絶な対信じゃ用ないしでてないから、もともと。す。ああ、なるほど、なるほど。だから金とか銀とかいっぱい買ってて、ああ、ゴールドはね、要は、よその国逃げたるぞ、みたいなな。実物ですね。はい。まあ、アメリカなんかもそうやから、ヨーロッパももっとそうですよ。そういう歴史ですから、通貨なんてしょっちゅう変わってるんですからね。だから、現物資産、いわゆる金やわな、あの人らとって、アンティコインとかな、なんかあんなもんいっぱい集めてるわけやな。で、中国の人、あんたなんて人民元なんて全く信用してないからね、偽物多いし。わかるでしょ、言ってる意味。いや、わかります。だから、わかりやすい言ったらね、簡単に国境を越えちゃう人なんですよ。我々と違って、どちらかというと。通貨っていうのがね、なるほどね。いや、自分たちが移住する先も、金とか銀、握りしめて、逃げてしまうわけよ、自分のところに国あかんやったら次の国行って。まあ、違うところでね。これはちょっと我々と違うところなんですよ。日本人結構通貨信用し、だから今回やられるけどな、みんな。金とともに沈むやけそうどですな。ね。通貨を信用しすぎちゃってますね。もうで、信用してましたよ。ここにまあ、古代からでいくとね、昔からでいくとユダヤっぽい人、この人たちってどちらかというと、その、ユダヤっぽい人たちって国を持てない人だよな、今は。持てないと。国を持てなかった人た持ちてだなな。かった人。ああいう人たちっていうのは、要はその金とか銀の財宝っていうのも信用してない。怪しいもんやと思ってると。持って逃げれないからと、いざとなって。しょっちゅう国を追われてる人たちって、ね、ユダヤっぽい人たちね。国境なきっていう人たちはな、まあ今イスラエルはね、形としてはあるけども。で、まあそういう人たちからすると、やっぱね、こう本なんかで読んだことあると思うけど、やっぱ知恵とか教えとか、生きていく力ですよ。考え方ですね。哲学的なもんとかな、これが唯一の財、資産っていう考え方もあったりするわけな。わかるよね。わかります。だから、他の国によっては違う国の人から見ると、我々だったら、ほら、不動産、日本の中で不動産買って分散するとかっていうのもあるよね。ただ、そういう人たちからすると、不動産すら信用してないっていうのもあるわけな。だから、アメリカに住んでても中国で不動産買うし、日本でも不動産買うし、あっちゃこっちゃ不動産買って、それも分散するわけよ。それぐらい国とか国土なんて、そもそも信用してないっていうのが大前提あるんですよ。ここまでいいかな。で、こういうように見ていくとね、資産って何なの？ってなってくるわけよ。そもそもが。ええかな、じゃあ。そうでね、ですね。まあそんなね、戦争が起きて、焼け野原になって逃げなあかんとか、大地震来て逃げなあかんとか、そこまで言ったらキリがないんでね。まあ、通貨と資産を分けましょうっていうのは、ここが大事で、従来的なお金っていう概念でいくと、そのお金を、いわゆる生きていくために使う。要は、消費やな。消費やね。食べていかなあかんし、家賃、ガス代払うとか、そういうことでしょ。そう病です気、ね。入院されてるのかな。で、これ、生きていくために使うものっていうのは、に取っとくっていう概念って変なってわかる？こんな変なことってあるの？みたいな。それわかんないですね。だからね、資産っていう方向っていうのは、置いとくもんっていう、資産、どう言ったらいいかな。資産は置くものですよね。要は現物のものってのはわかりますよ。違うね。資産を置くものと思ってるからおかしくなるんですよ、みんな。なるほど。なんかそんな人多いねんな。なんでかわからんけど。そう思ってますね、僕資自分。産っていうのは、毎月のキャッシュフロー。毎月のキャッシュフローです。毎月のキャッシュフローは毎月の収入ですよ。これを生むものが資産なんですよ。生み出すもの。わかる？わかるかな？わかります。要は、なるほどね。要は、常に入ってくる資産、通貨が、入ってくる通貨が資産ってことですよね。で、だもから、資産を使って、毎月の通貨が入ってくるシステムを作るってことなんですよ。なるわかほど、なるほど。る？わかります、わかこりれまがす。資産が通貨を生み出してるってことなんですよ。で、その手前でいくと、通貨でその資産を作るっていう発想になってくるわけよ。ということは、通貨は手元にないってことですよ、我々。もともと何もないですね。そうもう、いや、もともとじゃなしね、通貨が来るでしょ、仕事して自分のところに。ですね。
その通貨を出して資産を構築するんですよ。いいかな？はい、はい。で、それを、その資産が毎月のキャッシュフローの通貨を生んでくると。わかる？これ意味。簡単に言うと通貨を稼ぐでしょ。はい、はい、稼ぎますね。はい。と稼いで消費するから、いつまで経ってもダメなんですよ。消費をするなってことですか？しかし消費の前に資産を構築するってことをするの。ああ、なるほどね。こう分かるよね。誰でも。小学生でも。そうですね。だって。その通貨は、じゃあどっから発行されるんかって言ったら、はい。借金からなんです。うんうん。借りて通貨を得るでしょう、はい。得ますよね。通貨を資産に変えるんです。それをお金を生み出すものにします。と思うんですよ。こういうことか。はい、分かった、はい、簡単なことやろ。だから要は、おか、だから、地元でいうお金を、お金は借金で生み出していくから、通貨というのはその国のやつであれば、その通貨を使って、今度は自動的に入ってくるためのものを構築をしていって、それでただ単純に繰り返し耐えていくってことですよね。そういうことですよ。うん、だからその、通貨はな、ええか。はい、だから通貨は、はい、労働で、そら、労働働くのはあんねんで。はい。はい。あんねんけど、労働で得るもんやと思ってるからおかしくなるんですよ。労働で得るものだと思ってるから、なるほど。なるほど。わかるでしょうが。だからそこがわかんない。労働はええねん。俺も死ぬから、楽しいから。ああ。それでええねんけど、はい、労働で資産を組み立てるもんではないんですよ。ああ、なるほどね。働いて死が下を、ああ、それは分かります。なんか、働いて、その、なんだろう、通貨のために、働いて資産を構築するのはないっていうのは分かります。はい。それは違います。それは違います。って言われます。うん。分かる。それはおかしい。だって、働いて資産なんて構築なんてできないですから。いや、やろうと思ったらできるけど、そんな大変やん。大変です。そんなのはあんまりやりたくないですね。だから、はい。お金っていうのやめて、通貨はね、はい、借りるもんなんですよ。はい。うん。金利を払ってね。はい。で、それで資産を作るんですよ。はい。で、そこから、キャッシュフローを得ると、毎月の。これだけの話ですよ。うん。で、そこに、それが金利が、まあ、今 1% とかわけわからんぐらい低いけど、はい、これ、金利、例えば 3% とか 4% とか 5% としようや。うん、5% に跳ね上がるっていう想定まで済んでやったら、そこで利回りが 20% 超えるような、投資やったら全然合うわけでしょ、毎月。うん、毎月も入っていくし、マイナスしたとしてもそうですね。そうですよね。わかるでしょ、うん、うん、それはわかります、それは。そうした絵だけのことやんか。何の悩みもない話じゃん、そんなもん。ああ、だからその仕組みを理解していないっていう、やっぱり、ちゃんと全体度の仕組みを一個一個分かってないっていうのは。だから、もう何回も同じこと言うけど、通貨は自分のもんやと思うからおかしいっていう。そうですね。もうそれはワインドのコントロールですね。30回ぐらい同じ。30回も取ってはないですけど、多分いろんな人に言ってるんですよね、多分ね、わっちゃん自身も。逆を言うとね。はい。預貯金でしょうか。はい。預貯金、わかりやすい話でいくわ。日本円の貯金な。はい。まあ、日本円の貯金で5年配の方が3000万円持ってますと。はい。ね、3000万。はい。あるとしましょう。あるとしましょう。これをね、いずれ使うためにとか、はい、老後のためにこれを置いといて、毎月毎月減らしていくって、こんな変な話ってないって分からんの、これ。どう考えたって。貯めてても、だって意味がない、ね。この3000万は僕やったら出すわけよ。はい、資産、ここに移すわけ。資産っていうのは投資ですわ。はい。あんなんちゃうで、アホみたいな。うんうん。あんな、他力本願ねちゃうで、資産投下しますと、投下しますと。はい。で、そこで資産を、通貨を毎月得るものを作って、はい、うん、その3000万円、まあ、例えば3000万円やったら利回り 10% としたら、年間300万ですわな。はい、利回り 10% ってそういうことやね。はい、年間300万でしょ、はい、で。この3000万を資本投下するわけよな。はいはいはい、利回り 10% としたら300万な。はい、これが、1ヶ月にしたら何倍や ?23 万円ぐらい ?25 万円 ?25 万、250万。まあ、25万、250、25万ぐらいか。うん。はい。買う月のキャッシュフローが25万円入ってくるわけよ。はいはいはい、はい。どっち選ぶ？どっ
月にキャッシュフードとして入ってくる方ですよ。そっちの方がいいでしょ？いいです、いいです、いいです。物前の、その、通貨3000万円の通貨がなくなっても。はい、なくなってもいいですね。だって、前田それが入ってくるんだったら全然いいです、ね。要は、3000万円置いてるだけの話ですか、将来のために。まあそうですね。だから、じゃあ、ちゃんとその、未来について投資にして、お金が入ってくるんだったら、投資した方が絶対いいです、ね。わかるでしょ。で、例えば、はい、そこそこの年齢の、今言ったら、ご年齢の方は、年金、はい、年金な、年金。はい、で、これ、20万円としてや、年金な。はいはい。これ、今言ったキャッシュフローが25万円入ってくるわけですよ、毎月。はい。45万だった。そっちははるかに賢いでしょ。うん、45万ですね。はい。だから、ね、なんでそんな簡単なことわからんのかな、みたいな。多分、その、あれなんじゃないですか。その、みんな、その、通貨を使って、資産を、要は、通貨を使って稼ぐ、その、資産を作るっておっしゃったじゃないですか。うん、その、資産の作り方がみんな苦手なんだと思いますよ。例えば、それ勉強せなあかんわ、そこは、やっぱりみんな勉強するしかないと思いますよ。だから、実際、その、そもそも、その、入ってきた通貨を使って、その、その、変換させる、要は、稼ぐような変換をさせるってことが、ほとんどの人が下手なので、今の状況が大全員とって続いてるんですけど、やっぱりお金を得るチャンスは誰にもあるから、いくらでもね、通貨を得るチャンスなんていくらでもあるし、通貨は信頼の表れなんで、お互い信頼関係を築いていれば自然と入ってくると思うんですよ。あとはその通貨が入ってきたら、それを自動化をさせるんですけど、その資産を作るための、まあ、準備だったりとか、用意だったりとか、時間だったりとかっていうのは、まあ、人それただけ時間かかるよねっていうのはあります。だからね、うん、根本的に考え方がひっくり返ってるんですよ。前言ったかな、前のところで俺言う、すかさまになってるんですね、みんな。その、通貨を集めることをに生きがいを感じてる。ああ、いや、通貨を集めるのは意味ないですね。で、通貨を出さないことに生きがい感じてる。いや、それはないですね。だから通貨っていうのは、本当に集めて、それを今度事業投資だったりとか、本当に自動にお金が回るような、やつで資産を作っていって、それでさらにそこからまた売り上げを作る方が一番いいですもんね。よっしゃ。ほんでな、教えてあげるわ。はい、で、まあまあ、でね、さっき言ったように、要は、はい、ある程度のボリュームまで借り入れっていうのをせなあかんわけな。はい、PC 構築するには。はいはい、銀行から、わかりやすいから、そこら辺の銀行から借りるわけ。はい、で、これを植えるにはやっぱり信用っていうのがいるわけ。信用、はい、信用段階が必要ですね。はい、だから、税金申告してへんとかな。いますね、そういう、ね。いや、払ってへんとか、そんなもう論外やからな。そうですね。それは当たり前に払えと話ですよね。ある程度の税金を払って、信用力がある、そこそこの、仕事、商売っていうのを、やっぱり気づきの上で、そこから資産構築するために借り入れしていくわけよ。はい、それも大前提で、ね。だからそこまで頑張ってもらうのはしゃあないからな。はい。はい、ちょっとお金持ちってみんなよう言うやん、お金持ち。まあ、お金持ってる人のことですね。はい。よう言うでしょ。いますね。よう言うでしょ。はい。何を持ってお金持ちって言ってんの？あいちゃん。これは僕の感覚ですよ。僕の感覚の DLC ですかね。一般的は違うかもしれないんですけど、お金持ちっていうのは、やっぱりその余裕がある生活ができてる人。要は。意味わからんわ。いくら、じゃあだから何を持ってたらお金持ちなん、あいちゃん。何を持ってたら、あ、それね、そう考えると勝手なイメージもあるかもしれないですね。いやいやいや、一般的な世の中で言うと、お金持ちっていうのは何を持ってる人のことを意味してんの。何を持って、通貨をいっぱい持ってるって。そういうことやろな。ああ、そうです。お金持ちっていうぐらいから通貨を持ってる人がいる。たくさん大量に通貨を持ってる人が、ああ、金持ちだよねって。要は使ってもなくならない、その通貨が使っても消えない人をお金持ちだと思う。わかりやすい。で、わかりやすい言ったらな。はい。その世の中で言われてるお金持ちって、はい。通貨持ってないのよ。おー、なるほど。わかった、やっと。資産を持ってるんです。はいはいはい、通貨を生むための資産をいっぱい持ってる人のことだ。ああ、はい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 。だから、俗っぽく分かりやすい歌ったら、これほとんどそうやねんけど、お金持ちってね、あ、ごめん、資産家って言われるみたいな、資産家。はいはい、お金ないんですよ。うん。うん。うん、冗談抜きで。うん。そんな無駄なことしないんですよ、置いとくという。うん。で、誰かに使うってことですよね。はいはい。で、もう一個言ったのか。はい。資産家ってな、借金もごっついあるんよ。ほんま事実やねこれ。はい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 。借金も多いし、お金もないんですよ。その、はい、通貨持ってないんですよ。はいはい、はい。毎月入ってくるキャッシュフローが多いんです。はいはいはい。これが資産家なんですよ。はい。なるほど。わかりました。意外とお金をみんな持ってないってことがよくわかりました。
賢いんで、資産家って。はい。お金を置いとくことはしないんですよ。お金はい、はい。通貨。はい。みんなこっち勘違いしてんのよな。ああ、なるほどね。変に僕らが世の中の人たち、通貨がいっぱい持ってる人がお金持ちって意味があるけど、実際、お金持ちっていうのは、もう本当にそれを通貨から下に変換、キャッシュローができる、下に変換しちゃってるから、元から払えるものはなくなっちゃってるっていう状態が多いってことですね。必要以上に持ってないってこと。でもみんな勘違いしちゃいますよね。だからというふうに言っちゃうよねって思いますよね。資産家っていうのはそういう、だから、株とかはあれやけどな、まあ、さっきのブラックロックとか、バンガードみたいなもんと一緒でね、毎月の株式の配当とかな、で、あとは不動産とかな、家賃収入とかな、要は、あとなんだ、いろいろ会社持ってるとか。まあまあ、そんなもんよ。だから、要は資産を、何かを生み出す資産に変えてるってことですよ。金持ち、お金持ちって、何を定義しよう、お金持ちってみんな言うてんのかな。いや、確かにお金持ちって定義は壊れますね。確かに。確かにお金持ち、あ、いや、言っちゃった、また。通貨が大量に持ってる人たちっていう人たちは、やっぱりその、お金持ちって勝手に思っちゃうんですけど、実 際はやっぱり違うんだなっだからて。さっき言ったように、最初の今日の動画の初めに呼び方を、まあ、そのお金っていうのは通貨っていう呼び方に変えますと。で、要は保全するものとかな。自分の将来のために何かをしていくものってのは資産っていう名前の呼び方すると。まあ、考えたらね、まあ、明らかに簡単な話なんですよ、これ。簡単簡単。そうでしょ？概念みんなおかしいんですよ。おかしいです、おかしいです。お金が何かをしてくれると思ってんねん。通貨が何かを。違うんです。通貨を。どんなに持ってても何もしてくれないです。ただ単純に消費するだけで終わっちゃいます。そうでしょ？だそれから。であったら自分がキャッシュローができる、ものにどん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 勉強しながら作らないと、うまく生きていけないってことですよね。これが資産の構築なんですよ。もう頼むわ、みたいな。いやー、頼まれまして、非常に情けないことに、それがきちっと理解できてない自分がいます。わ かったよ。で、ここを見るとね、通貨もあくまで、通貨っていうのはあくまで資産を作るための道具ですね。ツールなんですよ。ツールですね。確かに。そのツールをお金という名前をつけて拝んでる人って何なんですか、それみたい意味ないですね。僕だったら、それだったら資産を構築いっぱいしたいんですよって言った方が、こいつ分かってんなと思いますね。確かに。そういうことなんですよ。あ、こいつ分かってんな。資産を構築するって言った方がいいなと。要は稼いだ資産だ。まあ、稼ぐの大事やねんけど、稼ぐっていうことは意味合い的にはちゃんと税金払って、ちゃんと税を払って、社会的な信用をつけるってことなんですよ。意味はね。で、その人の信用を持って、銀行に信用創造で通貨を発行してもらうと。で、その発行してもらった通貨でまた資産を作ると。買うと。買うっていうか買う、構築買すう、る構と。築すると。で、それを何回も何回も繰り返していったら、資産家になると。それだけの話です。すごい簡単。すごい簡単。原理原則としてはすごく簡単。一攫千金の話じゃないんですよ、これって。もう20年、30年かけてやっていくようなみこんとなでやすっぱね。りどうしても、なんだろう、変に頭の中がね、マネーという言葉に踊らされてるところが多いのかなって思いますね。だから、ここを切り離して考えても、もっつう分かりやすいんですよ。で、この何かを生み出すための資産っていうのは、100年に1回ぐらいの通貨リセットがあったって変わらんのよ。だって結局、ものとしてあるからですもんね。そう。で、それがまた生み出すから、通貨リセットっては単位が変わるってことやかな、ある意味。単位とか名前とかな。名前が変わるからね。それ何変わも、ったってまた一緒やから。そういう意味だと確かに不動産は、確かに揺るぎないもしたんですよね、やっぱり。やっとわかったか、これで。やっとわかりました、わかりまあ、まし今た。日またこんにちは。不動産、なんか教えてあげるから、貼っといて。じゃあまた会っといてください。でも、いや、改めて思ったんですけど、変にやっぱり、お金持ちが正義だったりとか、お金があることが大事だって、お金だからっていう言葉使っちゃってますけど、っていうふうにコントロールされてましたよね。だから、その世の中で言われてるお金持ち風の話でいくとな、派手やろ。派手な人おない？煽ってる人。います。いっぱいいます資ね。産家って地味よ。わ かるやろ、なんとなくこれ。わ かったか、これで。いいですよね。
資産家って地味なんですよ、みんな。みんな地味です。変なこと言えへんし、資産家やし、堅実なんですよ。はい、堅実で、だから、要は口数が少ない人が多いかもしれないですね。はい、うん。だから考え方の根本が違うんですよ。あー、なるほどね。だから、世の中風に言われてる金持ち、お金持ちっていうのは、何か芸能人でもいいし、なんか会社作って商売したでもいいし、それで稼いだ人っていう感覚なんですよ。はいはい。わかるよね。そうです、そうです。まあ、それはそれでええんやけども、そっから先にまた資産、また資産を生むもんに、こう。変化しないとね。うん。そういう人が資産家ってことですよ。うん。で、やっぱり資産家にならないと意味がないですよね。そういう意味だとね、やっぱりね。だから、要は通貨的な苦労とかな、通貨的な悩みとか。はい、うん。そういう愛ちゃんもそうなんでしょ？そうです。やったもこういうこと、こういうことやったらダメな話ですよ。はいはいはい、はい。そうです、そうです。だから、その通貨が集まった人を、要はその自動的にキャッシュする資本を作ってあげればいいことですよね。うん、まあ、そういう意味だと僕の動画はそうですから、あの資産を作るための道具にすぎませんから、これ。うん、だから、まあ、今日不動産の話にまた最後になっていいけどな、一回ね、一回金額的なもん聞いてんだよな、毎月10万円ぐらいから始めると。はいはいはい。やってないよかったらな、1ヶ月10万円の家賃収入が入ってくるのをもうまず目指すと。はい。そのためにはどうしたらいいでしょうかっていうところから始めてたら、やったらわかるわ。あ、こういうことなんやと。ほんなら2個目、3個目、4個目、5個目、5個目、10個目、はい、10個目、20個目となっていくよ。だん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 。で、気づいたらない、なんかわけわからんようになってる。それこそあれですよね。副業からもできますよな。その。副業なんですよ、これなもん。だってそうですよ。副業として。はっきり言うけど、これ本業にしたら暇でしゃあないよ。やること何もないから。そうですよね。副業としてやるのが一番資産を貯めるのが大事ですよね。こんなもん本業じゃ暇でしゃあない、もう。やること何にもないから。はいはいはい、はい。あるんやね。あるはあるけど、あるけど。でも、あるけど、1ヶ月の中で稼働率なんてそんなないですもんね。確かにね。まあまあ、ほぼほぼほっとけだけのもんみたいなもんなってくるんでな。だから、いっぱいところから始めるってことですよ。うん。まあ、あとはこれ不動産に限らず、僕だったら今は本当かもしれない。農地とかな。はい。農地な、はいはい、うん。うん。ちょっとやりたいことあったりするからな。安いからな、農地は農地があるからちょっとめんどくさいけど、あのもん、はい、農地崩れていくんでね。農地なんて結構これが面白いと思うよ。投資対象としては。はいはい。うんうんうん。まあまあ、ね、自分の野菜作るだけでも十分やし。そうですね。確かに。うん、ちょっと大きい農地やったらみんなに野菜作ってあげるとかな。はいはいはい。それでまた信用が集まってきますからね。信用が集まってきて、でそれで通貨も集まってきて、これを今度また資産に変換できますもんね。いや、まあまあ農地ってある意味資産なんのかなとか思ったりも最近してんねんが、日本はちょっと農地法うるさいからめんどくさいけど。はいはいはい。まあだから、そういうふうに考えていくってことですよ。はいはい。考え方の根本的には、なんか、資産がいっぱいあることが正義っていうふうな価値観はやめますわ。どうやったんやな。いや、なんかマネーが、マネーっていうか資産が人との取引によく使われてるからそういうイメージをしているだけなんじゃないですか、うん、多いんですよね、多分ね。要は、リアルな世界で資産があったとしても資産って見えないじゃないですか。要はお金は入ってくる仕組みですよと。資産っていうのは。うん、それは分かりますよ。でも、通貨はどっちかってリアルで物事を何かを交換するための道具じゃないですか。だから、これが道具が多い方が多いほど、その選択肢が広がるから通貨が大事だと思うんだけど、でも結局通貨っていずれなくなるよね。うん、それだったら、まあ、最終的に資産として使うしかないから、根本的に使う必要なのは資産を作ることが大事だっていうことで今日は理解できましたよ。うん。だから、うん、通貨に困りたくないんであれば、通貨を重いもの作っといたらいいだけの話ですよ。そうですよね。で、なおかつ、よく勘違いされやすい、資産とかお金持ちが多い人は、みんな資産家が多いから、逆に、だからこそ意味がないよねって話。あれなんかキャンペーンで、もろにネガティブキャンペーンでやられてるのが、財務省が騒ぐ年金2000万問題とかな。はいはい、2000万足らんとかな、年金。まあ、だから人間はやっぱり不安というものに対して、どうしても、アクセスをしてしまう人間ですからね。それで2000万貯めなあかんどうしようって思うとかな。そう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 。だからその2000万、例えば10年としようや、年金もらうな。はい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 。その20年ぐらい、あるいはもっと長いやけど、はいはいはい、10年としたら年間200万って話でしょ。うんうん。で、その年間200万のキャッシュフロー入ってくるもん作ったら資産作ったらいいだけの話じゃないですか。
ていう発想にならないんですか。いやなんかね、資産っていう発想がちょっと消えかかっててやばかったですね。今ドキッとしました。とりあえずこの方がはるかに簡単でしょう。そうですね、そうですね、通貨を稼ぐことばっかりに思ってたんですけど、そうじゃなくて資産を生み出すためにはどうするかってプロセスから逆算した方がすごいシンプルで、何言ってんのこいつってなっちゃいますね。確かに。もう俗っぽく分かりやすく言ったら、うちでの小槌を作るってことですよ、簡単に言ったら。はい、そうですね、はい、もっと分かりやすく言ったらね、俗っぽく言ったら ATM キャッシュマシンを作りますみたいな。自分で作るってことですよね。自分で作って、それを自分のもの専用にしちゃって、自動的に引き出せるものを作りましょうねって話ですよね。ただその元のお金と、まあ、元の資産はやっぱりどっかから足りないと元の資産は生み出せないから、それはその足りないものは銀行から借りてくると。そうそうですね。でその金利、低い金利で借りてきたもんで、はい、また通貨を生み出すんやと、うん、こんな話でしょ。そうですね、そうですね。だからこの前の金融の話も言ったけど、借金が悪いもんだと思い込まされてると、うん、最初の今日のこと言ったんだけど、まあ、あとは本当にあれですよ。要はイメージ的に日本人もそう、日本人って特にやっぱりその思い、さっき言ってたように借りることだったりとかっていうのを、変になんだろうな、自分の生活のために借りるっていうふうにイメージしている人たちがどうしても多いのがいけないのかなって思いますね。生活じゃないんですよ、やっぱり生活じゃない。最初言ったように債務と債権はセットなんで、誰かが借金をせんとその通貨は生まれないっていう、この原理原則っていうか事実っていうか当たり前のことも理解できへんかったら、これもわからんのよ、こういうことも。簡単なことでしょ。で、この原理原則、事実さえわかったら、借金が悪いとか悪とか、その発想にならないっていうのもわかるでしょ。わかります。おかしな、借金は悪いっていう発想で出ようがないっていうのわかる、これ。わかります。だって、結局、借金しなければ、借金しなければ、資産なんて生み出せませんから。日本の中、誰も借金しなかったら通貨ゼロみたいな。だから、結局、借金しなければ資産が生まれないって今日タイトルですよ、正直言って。そうそう。本当にそうだと思います。だって、借金、だから、借金っていう概念についても、なんでそうなのかって分かりやすく説明してる人いないですけどね。だから俺、いつも借金したとき、通貨作ったと思ってるんですから。うん。だってそうか、僕が、例えば1億借り入れると銀行かな、はい、はいはい。1億借り入れた時には僕の、まあ法人やけどな。はい。僕の会社の法人に1億のパチパチキーボードで、パチ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 って打って通貨がボンと入ってくるわけでしょ。はいはいはい。わかるよね、これ。わかりますわかります。はい。借金したと思うっていう思うか、通貨を作ったと思うかな。通貨作って、この通貨を使って資産をいっぱい作るとみたいなね。いいですかね。ほんで、この1億借りって書いたでしょ。うん。で、これを、で、不動産買うわけですよ。はいはい。ね、わかるよね。はい。ほんで、その不動産を買って、その不動産から、毎月通貨がまた入ってくるんですよ。いやー、いいですね、そうですね。それが一番。簡単な話でしょ？いや、簡単な話っていうのは簡単だけど、やっぱりそこにやっぱりたくさんの勉強しないといけないのは結局どういうことなんだよなと思いました。俺が2年かけんとやってるから誰でもできるって。いや、もう、それはもう必死にその、勉強してと、大人になってもみんな勉強したくない人が多いですけど、日々日々勉強して、資産をどうやって構築していくかっていうのを考えていくってことですよね。うん、でもまあ不動産は確かにいいわな。わかりやすいでしょ。わかりやすいな。あ、やっと腑に落ちたわ。なんでこんなに簡単なことがわからんのかなみたいな。いや、でもこんな簡単なことでもやっぱりみんな迷うんですよ。うん。要は迷うっていうか、目の前のことにやっぱり、まっちゃんが前も言ってたかもしれないですけど、みんな目の前のことに集中しすぎなんですよ。全体度を把握しないといけないんだけど、それができない人は多いのかなっていうのは、僕がそうです、正直。やっぱり。まあ、例挙げるとさっき1億通貨発行してもらって1億の物件買うで言ったもんな、まあこれ 7% でしょうか。はい。利回りかな。はい。利回り 7% を生むと。で、まあ利回り 7% っていうことは、年間700万ほど入ってくるわけな。はいはい。そういうことでしょう。はい。で、700万円入ってきて、そこから返済が、まあまあ返済年数によったりな、いろいろあるけども、はいはい、700万っていうことは1ヶ月60万切るぐらいか、50万ぐらいの家賃収入来るわけよな、満室で。はい、まあ、空いたり、部屋空いたり、あったりするけど、はいはい、まあ、一応満室があるでしょ、57、8万と。で、ここから返済がだいたい30万ぐらいでしょうや。
な、ということは、毎月のキャッシュフローは27、8万残るわけです。はい、はい、はい。で、こっから固定資産税払ったら、経費払っていったら、大体20万ぐらいになってくるわけです。はい、はい。で、これを10個も取ったら、200万ってことになるわけ。はい、うん。これだけ。わかった。わかりました。わかりました。10億の通貨を発行してもらって、毎月200万入ってくると。はい。簡単ですね。これが年間2400万ですよ。はい。まあ、まあ、あとはね、そのね、まあ、その、なんだろう、全体とのやつは簡単だけど、あとは今度は不動産買うときの見え方とか、やり方とか、それは別だから勉強しないともちろん、ね。これも勉強しない。これも一つっていうのはないんですよ。もうやって、その人それぞれでね、やっぱ個性あるんですよ、みんな。やり方がね、そうですよね。好みもあるし、やり方もあるんですよ。はい、はい。うん。で、だから、他に法人も取ったら、そっちの法人入れてみるとかな。はい。通貨の動かし方っていうのもあったりするわけ、違う会社使ったりな。はい。まあ、このやり方いっぱいあるんでね、まあ、とりあえずは1個、ね、やってないだって1個ずつ、1個から、はい、まあ、家賃ね、これぐらいやったら助かるわってあるやん、俺、前にも言ったけど。はい。1ヶ月10万円別にやったらちょっと楽やのになって思ったりする人おるわけやんか。うん、うん。それは簡単なことなんで。はい。簡単にできますからね。簡単にできる。はい。簡単にできるから、そういう意味だと簡単にできるから、まずそこは、ね、わかんなかったら聞いてくれってことですね。これで分かったやろ、今日は。はい、分かりました。だから、お金とか言うから、要は資産と通貨を混同する。もうこの番組ではもう通貨という言葉にしましょう。だから、お金持ちとかお金ってなると混同してるやろ、もうこれ全部は。混合してますね。何がなんかわけわからないような状態。なんでお金持ちなの、なんでお金持ちって言葉を使うかわかんないですけど、やっぱり通貨持ちだから、通貨で、それを単純に資産に変換してるだけの話なのに。そうそう。だから、マネーは通貨と呼ぶと。うん、で、何かをこう、収益を上げてるものは、これを資産と呼ぶと。そうですね、で、それを安定して運用してる、たくさん持ってる人は資産家という呼び方しましょう。うん、こうなるとお金持ちっていう人おらんようになるよ。はいはいはい。これ分かりやすいやろ。分かりやすい、分かりやすい。うん。てか、やっぱりお金とかマネーとかそういう言葉の概念がおかしくない、おかしくない。そうそう。で、これを僕がやってるようなこと世の中みんながやり出すと、現、う、金、ん、めちゃめちゃようなんですよ。だからみんな変にやっぱりマインドコントロールをお金にされちゃってんだよね。だって僕が言ってるようなことやり出すと、通貨を手元に全員持ってない状態がバーン出すから。これは意味ないですね。確かに。いや、ものすごい景気なんで、これ。不動産バブルみたいな。確かにその方がいいのにかかわらず人間って不思議だなっていうふうに今日思いました、本当に。わかるやろ。だから、はい、まあ、中国人が日本の不動産買いまくってるっていう状態とかな。はい、それはもう資産をいっぱい作ってるってことですね、みんなね。あれは人民元を信じてないってことなんですよ、わかりやすい。僕の言ったこと分かるでしょ、これで。はい、分かりました、分かりました。そんな通貨なんか信じてないから、それに変えてるだけの話。最終的に、だから通貨持ちの行くところっていうのは資産家になってくっていうのはそういうことなんだもん、すごく分かりました。そう。結局、だからなんだろうな、その、資産がそんな、通貨がそんな持ってない状態から、持ってない状態の時から、資産を作るような意識づけでどんどんやっていった方がいいっていうのが、本当に今回大体重要なことですよね。やっぱりそうなんです、うん、だから前も言ったやん。ある意味時間を買ってる行為ですって、前言ったでしょ、前の金融の話でも。うん。要は銀行から通貨を発行してもらうと。うん。要は借り入れですわな。本来かけていくための金額を。だから5000万円貯めるまで時間どれぐらいかかんのよとかってなるわけでしょ。だ先に借りて金利払っちゃおうってことで選ぶ。で、前のでも言ったけど、これ住宅ローンやってるんでしょとみんな。はいはい。なんで資産形成にはしないのみたいな。不思議ですね。はい。おかしな話やろ。おかしな話ですね。確かにわからない不思議な話ですね。はい。まあまあ、住宅ローンの場合は融資は出やすいからな。まあまあ、はい、事業投資の場合はちょっと融資は出にくいのもあるけど。はいはいはい、なんで当たり前に住宅ローンなんか30年もかけて、えらい金額借りるくせにこっちはせえへんのかな、みたいな。そうですね。それは不思議なことですね。はい。そういうことでしょ？はい。で、このまあ、例えばもう最後になるけど、はい。例えば住宅ローンで毎月12万元、15万円でしょうか、返済ね。はい。はい、マンションでも、一戸建てでもええわ。はい。15万円の返済 してるとしようや。はい。元本利息入れてな。はい。ええかな。うん。これを、じゃあ、さっき言ったような不動産投資みたいなやつで、はい。ね、また資金、通貨借り入れて、はい。手元もちょっと入れて、通貨借り入れて、はい。毎月15万円の家賃収入入る物件買えばいいわけよ。で、うん。そうでしょ？はい。
ほんだこれ、そっちの家賃収入がこれ、住宅ローン払ってくれるわけですよ。はいはいはい。そうでしょ？結局そうですね。変わんないですね。はい。そういう頭の構造を作るってことですよ。結局プラマイゼロですもんね。確かにね。はい、そうでしょ？はい。ちょっと全然変わるな、見え方がな。まあ今日みたいなね、話の内容って、やったらどっちかというと、やらしくもやら爽やかやろ？今日気持ちいいやり方ですね。気持ちいい話だと思いました。うん、ねえ、はい、俺がそんなチャラ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 して、なんかこう、風化持ちっぽくないから、汚い格好して。あれでもまあ、本物の人なんかって汚い格好じゃなくて、服と いや、そういうの結構多いよ。あれなんでと思う？わざとでしょ？いや、わざとっていうよりな、もうええんよ、もう。別に。興味がないね、そんなものに。はいはい。なんかチャラチャラしたのにな。でもやっぱりね、みんなね、その資産っていうことについてのものが分かっ、その本当にそっちの良さっていうのが、なんだろう、理解できてない人が多いから、それは一人でも多くだったら、間違っちゃいけないのは、その資産家を目指すときに、資産家になるためにもいろんな詐欺とかも、いろいろと勉強するにもトラブルが多いので、まあ、そこは気をつけないといけないねっていうのはありますよね、やっぱりね。うん、まあ、それは勉強せなあかんのと、あとまあ、やっぱり、それも人なんですよ、うん。どういう人と出会うかとかな。やっぱそこですよ、大事なのは。どういう業者と出会うかとか。やっぱり人の問題になってくるんでね。最終的には人ですよね。うん、人です。うん、だから、うん。それはもう本当、自分の信用もそうやけど、見抜く力とか勉強する。そうですね。だから、常にね、洞察力を。ね、上げないといけないですよね。質問の人がどうなのかってことですよね。うん、OK です。わかりました。はい。わ、なんかまともやったな。今日はまともでした、すごく。どうや、みんな、今日は。今日はまともだと僕は思いました。今日は、まっちゃん、まっちゃんがなんでちゃんと今みたいな状態の資産家になれたっていう状態なのかっていう。資産家まで行ってないけど、俺は行ってない、行ってない。あ、行って、まだ行ってない。まだ発展、資産家になってる。段階から。じゃあ逆言うと、毎月の通貨がいくら入ってきたら資産か、愛ちゃんからしたの。ああ、まあ、もし一人でやってるんだったら、要は借金とかなしですよ。借金とかしてない状態なの。さっぴいてな。全部さっぴいて、でも1000万くらい入ったらそうじゃない。毎月1000万入ってれば別に。そうです。それはそう大変やわ。それ結構大変よ。大変ですよね。だから、でも、アーダーコで100万ぐらい入ってれば十分じゃないですか。まあ、それ、発祥で。まあ、まあ、100万ぐらい目指せないと誰でもできるよ。うん、100万だったらいけるんじゃないですか、多分。できる。全然できる。だって100万で別に家賃20万で残り80万円で好きなことできるんだったら十分じゃないですか。うん。いやいやいや、だから残り、手元残りが100万円ぐらいだったら誰でもできる。いわゆる手取りみたいな感じですよね。そうそうそう。でも、あまりにも、でからってことな、もうやっぱこけるとこもでかいから。ああ、したら100万ぐらいで、だから100万の資産、毎月入る100万の資産。まあな、200万から300万ぐらいの準備っていうかな、はい、毎月な、はい。これぐらいやったらできるよ、絶対に。うんうん、目指したい人は。目指したい、目指しましょう。僕も目指そう。稼いだお金を使って、稼いだ資産を使って、やろう。まあ、ある意味、いいことよね、そういうのね。うん、いいことです、もちろん。はい。うんはい、年間2000万から3000万、3000万ほどのね。もうでも本当に今日はいい話だったな。今日はいい話だったな。いつも宇宙人の話ばっかりだったから、今日はバズるんじゃないかな。おっさん経済の話できんねんなって。いや、それはできるってのはもともと知ってましたし、難しい話がお得意なのは知ってるんですけど。おっさんがただ頭のおかしいおっさんやと思っとったけど。ただ、天才バガボンだよなと思いましたよ。天才なんだなと思いましたね。天才じゃん。誰でもできるって。誰でもができへんことはこの動画では言えへんから。再現性のあるやつ、再現性。再現性は大事です。うん、再現性の言葉が大事。バカモンのパパができるからできる。じゃあみんなで目指していきましょう。まあそんな感じで。はい、はい、今日は終わりになりますので。はい、さよなら。さよなら。コメントお願いします。コメントお願いします。はい。はい。